決して条件的にあまりいい気候でなかったんですよね。風が強くてですね、舞台に立つ人も結構大変だったと思いますけども、なんとか無事に終わりました。選ばれた、王子町、これから1年間、いろいろと藤沢市のために働いていただくことになります。しかしですね、すぐにそれができるではありませんで、もう明日からですね、その研修をしていただくと。何度か研修を重ねてですね、かなり藤沢市に関する知識